こんにちは。伊丹市暮らし相談サポートセンターセンター長の森川と申します。私から心の癒しにつながる市役所からの手紙作成発送事業のお願いです。私ども暮らし相談サポートセンターでは、経済的な原因を中心として生活に困っておられる方からの相談をお聞きし、相談者の方と一緒に解決方法を探していくということをしています。生活に困る背景は失業や病気、家族関係の悪化など人それぞれですが、多くの方に困った時に相談する相手がいなかったり、頼れる人がいない状況が見受けられます。そのように社会的に孤立している状態では、いろいろ深刻な問題を招きます。孤立した生活者が実は身近な場所で人知れず生活している、無縁社会という言葉が社会的によく知られるようになったのも、孤立が生み出す引きこもり、さらにそこから最悪の場合介護殺人や孤独死につながっている実態が報道されるようになってからのことです。私たちはたくさんの経済的困窮の相談を通じて一つの規則性を見つけました。孤立と経済的困窮は同じ輪の中でつながっているというものです。仕事を失ったことをきっかけに周囲との人間関係もなくなったとします。相談する相手がいないわけですから、生活の立て直しにつながるような情報があまり入ってこなくなります。情報がないから身動きが取れず、深刻な経済的困窮状態に至ります。電話が止まり、電気やガスも止まります。そのような生活は恥ずかしいという気持ちが強まり、まるで自らが望んでいるかのようにますます孤立を深めようとするのです。自分が生活に困っていることを周囲の人に知られたくない感情は決して珍しいものではありません。私たちから見て何らかの支援を必要としているように思えても、支援を受けることを希望しない人が一定数いらっしゃるのです。私たちはそのような人たちに、まず私たちの取り組みに関心を持っていただこうと情報を発信しています。直接会うことが難しいので、多くは手紙での発信です。ただ情報を発信しても必ず反応があるとは限りません。むしろない方が多いです。そのような状況で大切にしているのは、どのような情報を届けるのかというのはもちろんのこと、手紙が届くということ自体に意味を持たせることです。手紙が来たという出来事にまずは喜んでいただける工夫を凝らしています。資料に掲示しているのは、引きこもり生活を送っている人やその家族宛に送った手紙の一例です。引きこもり生活を送っている人とその親だけで生活しているご家庭の中には、季節のイベントで世間が盛り上がっていても同じような気持ちで楽しめないということがあるようです。そこで去年のクリスマス、私たちは何軒かのご家庭にデザインを凝らしたクリスマスカードを送りました。内容は近況確認程度のものでした。手紙の内容よりもクリスマスカードというものを送って、ちょっとでも明るい気持ちになってもらえたらというのが目的でした。一件だけではありましたが反応がありました。引きこもりの娘さんと一緒に暮らすお母さんからでしたが、手紙をもらって久しぶりにクリスマスに明るい気持ちになれたというものでした。クリスマスでもハロウィーンでも何が楽しいかと言いますと、家族や友人と同じ雰囲気を共有することだと思います。それは孤立とは対極の状態と言えますね。手紙を送ったことで少しだけ孤立状況の解消につなげることができた、そのように思っています。このように相手の気持ちを明るくする手紙ですが、実際にどれくらい発送しているかといいますと、件数は5件くらいなんです。人によりますが、
2ヶ月から3ヶ月に1回遅れたら多い方です。内容がお元気ですかくらいのものなのでデザイン勝負です。これを仕事の合間を縫ってハンドメイドで作ってきました。特に孤立の度合いが強い引きこもり生活を送っている人にはありきたりの資料ではなく、その人が関心を持ってくれそうな話題をその話題にふさわしいデザインを考えて手紙を送ってきました。だから非常に手間がかかります。本当は月1回ぐらい送っていきたいところなんです。でも手紙のデザインを作るのは本当に大変なことなんです。手紙で気持ちが明るくなれば人とつながってみたいという気持ちが湧き起こってくるかもしれません。さらに孤立の解消、そして生活困窮の解消への一歩目になるかもしれません。そこで市民の皆様にお力を貸していただきたいのです。孤立に苦しむ人への手紙を送ることは市役所が担います。市民の皆様には手紙を受け取った相手の気持ちが明るくなるようなデザインのテンプレートを作成し市役所にご提供いただきたいのです。例えば成功事例で紹介したクリスマスカードは非常にありがたいです。その他年賀状や暑中見舞いも送ってみたいです。季節の植物や風景も疲れた人の心を癒す力があるかと思います。市民と行政とが協力して孤立している人を支えていくセーフティーネット作りともいえるこの事業に多くの市民の方の参加を心よりお待ちしております。何卒よろしくお願いいたします。